セリアさんがまた楽しいものを出してくれましたね。ソロトーチっていうね、商品になります。ジャンコードね、こちらです。あ、サイズですけど、この直径が6センチで高さが10センチですね、となってますね。で、使用方法としては巻き紙を外し、上のくぼみにおがくずや着火剤を入れて火をつけてください。重さが 160g となってますね。面白いですね。ソロトーチで、なんかここに書いてるんですけど、材質が国産のヒノキ材、株式会社スバル大阪府となってますね。手軽な小型スウェーデントーチ、約60分の燃焼時間で調理も可能。 SDGs 森林の間伐材や端材を使用してますよ、ということでね、とってもね、面白いんじゃないでしょうかね。こんな感じでね、火が燃えてくれるみたいですね。で、注意事項いろいろ書いてます。説明を読んでからね、ご使用ください。はい、じゃあちょっと開けてみますね。110円ですからね。おお、これめちゃくちゃ綺麗ですね。めちゃくちゃ綺麗。さすが、あの国産ヒノキですね。これよく110円でできましたね。すごいなって思うんですけど。あ、これがね、スポット。外れるわけですね。テープで留めてるけど、外れるので、はい、外して使えます。いやー、なんかいいですね。よくね、空気の入りを良くするためにね、ここにね、もうちょっと穴を開けて、この深いところのね、一番下のところから火がね、上がるようにしてやれば、もっとね、この下の部分が完全に燃やしやすいと思います。私もね、何回かやったことあるんですけど、この下がね、これだと多分ね、ちょっと燃えづらいかなと思うので、ここにね、穴開けてみたいですね。1センチぐらいのね。で、そこから火をね、上に向かって、登らせる感じがね、多分一番こう、綺麗な炎っていうかね、高い炎っていうか。あとですね、一緒に燃やすときに、なんか容器というかね、持っていくのに、こんなのがあればいいかなと思って。これは何でしょう。ブリキ缶灰皿ってなってますね。松野工業と。これ同じくセリアでね、110円で買ってきて、灰皿ですから、本来の用途とは違うので、自己責任になっちゃうんですけど、ここにね、こういう風に詰めて、持っていくことができます。これね、蓋が、これちょっとはみ出てるのでね、このままだと蓋が閉まんないんですけど、都合いいなと思ったのは、こっち向きにするとですね、ぴったり、ここにはまるんですね。こういう感じ。なので、こういう形でね、固定して倒れないようにしたというか、燃えて進んだ時にもね、燃え残ってもね、こういうものに持って帰ればいいかなと。これ、燃え残ればね、短くなるから、ここ閉まるでしょうしね。ちょっとそんなことも試してみようかなと思います。そうですね。こういう感じで使えばいいですかね。そしたらもう完全に、地面からもね、離れてるし、灰が落ちてもね、灰皿の中に入ってくれるし。思いつきですけどね、このあたりはあまり参考にならないので、適当に聞き流してください。
外撮影の時は喋り撮りができないので、今回使ってみた感想を私の方で代弁しておきます。セリアのスウェーデントーチはコンパクトで国産品の機材を使っていることや SDGs を取り入れるなど、とても素晴らしいコンセプトに感心しましたが、反面スウェーデントーチとしては全体を完全に燃やし尽くすことが難しい構造になっているように思いました。今回の猿は購入した状態のままでは最後まで燃えないと踏んで、あらかじめ空気穴を増やして臨みましたが、それでも最後まで燃やし尽くすことができませんでした。ヒノキの乾燥具合には全く問題なさそうだったので、切り込みの幅や深さを改善した方が良さそうだと感じました。ちょっとした遊び気分で初心者の方がこれをキャンプ場に持って行っても薪にしかならないと思いましたので、ご注意ください。もっとも猿自身にとってはいろいろ工夫する余地がある方が楽しいので、今回のセリア新商品には大満足です。そういえば東京の YouTuber である福さんが加工なしで着火された様子を公開しておられましたので、無加工の燃焼を見たい方は福さんの動画をご覧いただければと思います。参考まで概要欄にリンクを貼っておきます。今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画いいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いします。